こんにちは。社長のためのオンライン動画ワークショップを開催しております、コラボゼガーです。本日はホームページの方からですね、問い合わせをいただきました。隣の市の工務店さんなんですけど、新築の完成のドローンの撮影をしていただきたいというところで、あったんですね。本当にこう嬉しいことですけど、まあちょっとね、住所を調べてみると、まあ、DID 地区、要は飛行禁止区域のところにやっぱりもろに引っかかっているところなんですね。ですので、まあ、実際に包括申請しておりますので、そういう地区のところでも撮影はできるんですが、まあその環境ですよね。高圧線があるのかとか、あとはそうですね、携帯基地局ね、電波基地局が近くにあるかとかですね、大きな幹線道路とか線路があるのかないのかっていうところもちょっと考えないといけないです。まあ飛行する離陸着陸させるところの場所の確保とか、まあ住宅街で撮影するときにはやっぱり近そういうふうなところ下調べしっかりしてないと、ね、事故なんか起こしてしまったら大変なことになりますので、まあ撮影はできるんですが、まあ、その環境を見ないことにはどうしようもありませんので、まあ、そういったところを今後、まあ、確認していくか、まあ、ご依頼を、ね、正式にいただいたら、まあ、ロケハンしながらやっていこうかなというふうに思っております。ね、まあ、この時期北風吹いたりとかね、風が強い季節でもありますので、その辺のところの見極めが非常に重要かなというふうに思います。レッツ動画。